沖合龍太郎は、日本の声優、舞台俳優。青鬼プロダクション所属。劇団ヘロヘロ、キカムパニー所属。妻は、声優の前田愛。元妻は、声優の長沢最強。1969年福岡県北九州市に、生まれ、小学校3年生の時に、 親の仕事の都合で大阪府に転居し、大阪府大阪市住の江区にある南港ポートタウンに住んでいた。父親は沖合が生まれる前に映画会社に勤めていた時期があり、昔の同僚からアニメのポスターやセルガをもらってくることがあった。その環境から一つ年上の姉と共にアニメが好きで劇場用アニメのレコードドラマなどをよく一緒に聴いたという。姉は アニメに関わっていた時期もあるほど、絵の分野で長けていたが、沖合は絵を描くことより、キャラクターの声真似で遊ぶことに、楽しさを見出し、セリフを喋ることが面白いことだと感じるようになる。大阪府立安倍の高等学校進学後の高校1年生の頃に、声優をやってみたいと考え始め、養成所の資料を取り寄せたりするようになったが、 経済面から卒業後にしようと思い高校時代はお金を貯めるためにアルバイトを始める。しかしお金は他のことに使ってしまっていたため結局親から借りて養成所に通うことになった。親からは大学に行くことを勧められたが目的がなかったため養成所に行くことを決めていた。当時大阪にはほとんど養成所がなかった中でオーディションを 受け青二塾大阪校に入塾。塾内選考で青にプロダクションのオーディションに合格し大阪から上京する。合格通知をもらった時は泣いたという。上京当初は東京にいたいとこのところに上がり込み部屋を探した。声優としての初めての仕事は予備校のラジオ CM 及び花の万博会場を徘徊するリモコンロボの声だとしている。 アニメでの初仕事は、ドラゴンクエストの、リリパット役。新世紀グランプリサイバーフォーミュラのフランツ・ハイネル役で、初レギュラー。初主演は、OVA、ダークキャットである。テレビアニメでは、地獄先生ヌベのヌエンのなる、スケ役が、初主役となる。ヌベは、当時の沖合の、集大成の役であり、目いっぱい自分を出せた、役、自分と年齢が、 近く自然に演じられたと語っており、終わると聞いた時は泣いてしまったという。機動戦艦なでしこでは、ズマップ、卒業、M では、EMU、テニスの王子様では、アオズ、メガネ、S、ギグス、イケメン侍と、出演作品関連のユニットに、複数参加している。2016年から、劇団ヘロヘロ、キューカムパニーで、舞台俳優としても活動している。 音域は、AE、方言は、大阪弁。姉はアニメーター。死去した、塩沢兼人や曽我部和幸、滝下武、石塚雲章から、持ち役の一部を引き継いでいる。ふとじは、メインキャラクター。は、ウェブラジオ番組。担当俳優映画、ドラマアニメは、インターネット配信。は、インターネット配信。ありがとうございます。